ここは映像を見て楽しむだけではなく、体全体で感じて楽しむ体感型プロジェクションマッピング空間。この夏、横浜ランドマークタワーは人気ゲームポケットモンスターのピカチュウをテーマにした夏休みイベント、ピカチュウワクワク探検中 in ランドマークを開催。ここドッグヤードガーデンではピカチュウと踊る探検家、ジャングル遺跡の謎と題し、ジャングルの奥深くに存在する宝を巡り、宝の守り主であるダンスが大好きなピカチュウとトレジャーハンタードッグが繰り広げるジャングルアドベンチャーをお楽しみいただけます。また期間中、館内ではジャングルに隠れたポケモンを探し出すスタンプラリーやピカチュウのダンスユニットショーイベントも開催するなど、この夏横浜ランドマークタワーでしか味わえないポケモンのアドベンチャーとダンスをお楽しみいただけます。ピカチュウと踊る探検家、ジャングル遺跡の謎、まもなく開演です。体が小さくなってしまうと言われてる。ああ、体が縮む。ああ、
にしちゃうんだ。金銀財宝。なんだこれは。ピカチュウの大好物の木の実じゃないか。これを守っていたわけか。でもよかった。ピカチュウたちが消えたんじゃない。幻の遺跡で楽しんでいたんだ。ピカチュウ。皆さん、ピカチュウと踊る探検家、ジャングル遺跡の謎、お楽しみいただけましたか？食のエンターテインメントゾーン、ロックヤードガーデン未来横丁は夜11時まで営業しているほか、館内各店舗では夏限定グルメもお楽しみいただけます。それでは引き続き、横浜みなとみらいの夜をお楽しみください。 Please enjoy the rest.